ハロー YouTube! 下根司のニュースの猫がわにゃ！今日もね、飛ぶかやべニュースをお送りいたします。地下がやばい！ちなみにあなたは地下派ですか？それとも空派ですか？あ、僕？嫁はいらねえ。飛行石さ。お前最近ジブリネタ多くね？反省してまーす。国語の中でまた。今日はですね、全国民、総二の腕ふとしか計画の闇について話していきたいと思いますつってねということでね、やっていきましょう。テキサス州のね、公式サイトにとんでもないものが爆誕したっていうことで、ちょっと闇の者たちの間で話題になっております。これなんですけど、これちょっとぼやかしてますけど、もう本当にサイトを見に行ったら本当あるんですよ。一応ね、このヤングの人心の乱売買チーム、これをね、設立したと、今後テキサス州は、州としてですね、このヤング案件を借り取っていくぞっていうことを発表したわけですよ。まあ、このね、テキサスの州知事といえば、第二のトランプと呼ばれているアボット知事なんですよね。そして非常にニャントラさんとも懇意にしておりまして、このヤングの案件については昔からすごい言ってくれてたわけ。で、テキサス州って国境問題もありますし、そういったこのヤング案件ってすごい発生しやすいって言われてるんですよね。なんで実はこれを設立したんですけど、これがですね、実はこのテキサス州だけではなくてアメリカ全土を巻き込んだムーブメントになっていくだろうというふうに言われてるんですよ。そのキーマンが二の腕が太ましい男なんですね。イーロン・マスクさんといえば、去年ですね、カリフォルニア州からテキサスに移住しましてね、この例えばスペース X の本社とか、ね、そういったものも今後テキサスに全部移してくるっていうことを発表したわけです。で、これね、テキサスに引っ越した理由は税金が安いからっていう噂もあるんですけど、実はそうじゃないっていう話なんですね。このね、ちょっと話変わりますけど、ふとしさんっていろんな会社あるんですけど、僕が今日注目したいのは、ザ・ボーリング・カンパニーっていう会社なんですよ。これね、穴を掘る会社なんですよ。トンネルを掘る会社なんですよ。ラスベガスで、去年あることが発表されまして、これね、このテスラ社の電気自動車をラスベガスの地下に掘った、このボーリング・カンパニーが掘った地下トンネルを通行させるっていう計画を発表したんです。そもそもふとしさんがなんでテスラっていう、なんで自動車会社を作ろうとしたかって、いくつかの理由があるんですけど、その一個がこのロサンゼルスでの大渋滞が理由だったと言われてるんですね。この渋滞を避けるために地下トンネルを掘って、ここに自動運転の車を走らせるっていうのが、まあ、このね、ふとしさんの夢だと言われてるんですよ。でもみんなちょっと思い出してほしいんですよ。このボーリングカンパニー。これね、とんでもない金かかってまして、このラスベガスでは55億円かかったと言われてるんですけど、これ税金1円も使ってないんですよ。これすべて、このボーリングカンパニーが自分の指揮業として、ふとしさんが指揮したわけですよ。これね、ただの経済追求活動じゃないって話なんですね。先ほどなぜテキサスに引っ越したか。それはこのアボット知事が推し進めているヤングの人心の乱売買の件。これとこのボーリングカンパニーというのは密接にリンクしていて、ふとしさんはアメリカ中にこのテスラモーターズのトンネルを作るという名目で、この地下を探索できるわけですよ。地下にいる地下で囚われている者たちを救出できるってことなんですよ。実はこのボーリングカンパニーはヤングを救うために作られたっていう秘密計画なのですということなんですね。まあ、ふとしさんって闇側光側ってよく言われますよね。まあ、僕は元闇だったけど今光側だと思っております。まあ、昔はね、トランスヒューマニスト協会みたいなのにも入ってましたしね、こう人間たちをね、このコントロールすること、コントロールする側にいたふとしさんなんですけど、どこかの時点で目覚めましてね、レッドピルを飲んだというふうに言われてるんですよ。そしてで今は改心してアメリカ中に穴を掘る穴掘りおじさんになったとかつってね、まあ、つってってことなんですけど、あともう一個ね、ふとしさんのことで言い忘れてたんですけど、まあふとしさんがまあ、このテスラモーターズにテスラってつけたっていうのは、ニコラテスラから取ってるんですけど、そしてこうニコラテスラが推し進めていたことといえば、フリーエネルギーテスラタワーなんですよね。このテスラタワーって金融資本によって、その実験は潰されて、証拠は全部 F なんとか BI に持っていかれたって言われてるんですけど、この時に紛失した資料、これらは実はアメリカでは二人の人の手に渡ったって言われてるんですよ。一個はニャントラさんのおじにあたるこの男性、そしてもう一人がこのイーロン・マスクだって言われてるんですね。そしてイーロン・マスクがテキサスに移住した理由、それはニコラ・テスラが残したと言われているテスラタワーの未完成のもの、これをですね、
確実に稼働するためにテキサスに移住したって言われてる。なんで、太さんって言うと、お前本当いろんな会社やりすぎマンだな。火星にもすぐ行きたがるな。思ってると思うんですけど、実は彼って、いわゆる光側の動きっていうのもね、見えるんですね。なんで、これあれですよ、太さんが目指してる世界っていうのがあるわけです。それは、すべての人が二の腕を太ましくする、二の腕太し計画なんですよ。もうやばいこれ。やばい、何その計画。もう気持ち悪いね。ということなんですけどね、二の腕を太くして、僕と握手、二の腕で。ということでね、ソーシャルディスタンス。ということでね、まあちょっと、そういうことなんですけど。まあ、そしてこの顔である。腹立つ顔。まあ、そしてですね、このテキサスというとですね、非常に独立心旺盛な州で、昔からね、テキサス州独立論というのもずっとあるわけですよ。ニャントラさんの絶大な地盤でもあるわけで。まあ、ここ1、2年でですね、いろんな情報が開示されるっていうふうに言われております。それはこの地下で行われているおぞましいことも一つだって言われてるんですよ。そのね、2022年が、この幕開けとなるのが、実はこのテキサスからじゃないのかなっていう明るい話でございました。ちなみにこの日本とね、この人身の乱売買の歴史っていうのも非常に深いんですけど、去年の末ぐらいにね、ニュースになってた、秀吉がね、その外国のその宣教師たちが日本人を連れて行こうとしてたのを見て、バテレン禁止令を出したっていうニュースが出てましたよね。まあ、これその歴史的事実なんですけど。この外国勢力って、この宗教の布教という名目でいっぱい入ってきてて、でも本当の狙いは、この人的なものの獲得だったわけなんですよ。で、他のね、そのアフリカであるとか、それから東アジア諸国とかっていうのは全部連れてかれてたんですけど、日本はね、この秀吉とかが禁止令を出して、連れてかれないようにしてくれてたわけですよ。だからこれ明治までは、すごいね、明治維新まではですね、日本って守られた国だったんですよ。でも明治維新の時に外国勢力の侵入を許してしまったんですね。そしてそれと引き換えに行方不明者は年々増加していくばかりってことなんで、これ闇が深いんですけど、まあ、今回この太志さんのね、ボーリングカンパニーの話ね、そしてこのテキサス州の新しい設置されたチームね、これはね、もう光しかないなって僕は思ってますけど、皆さんいかがでしょうか。まあね、そんな目覚めかけてるアメリカ、目覚めよ日本人って思ったあなたに伝えたい。私は明日以降も引き続きロケットを発射します。ごちゃです。大関なの？誰なの？これ。お兄ちゃん？はっけよーい、はっけよーい、お相撲をいける。いける !I love 相撲ということで。いや、誰やねんお前ってことなんですけどね。めっちゃ笑ってはるで。そしてこれ、ポーズがいいですよね、これね。せいっていう、やかましいわ、お前ってことなんですけど、まあ、楽しそうで何よりだなっていうのと。やっぱあれですね。よ、土俵入り。本題戻ります。ホワイトハウス見守り隊からのラブレターが届きました。ということで、まあ、これなんです。これ2月1日の様子なんですけど、あら、真っ暗ねーってことなんですよね。これがね、ツナイトがすべて消えたっていうね、ことを言ってるわけなんですけど、いや、夜だからじゃねって思ったんですよね。あれ、梅之助師匠は、電気全部消さないと寝れないタイプなのかなってちょっと思いましたけど、いやいや、これ違いますよと、これね、ホタルの光ですよ。お前いじってんだって話なんです。暗闇でね、一体何がなされているのか、多分寝てると思いますけどね。もうこれは闇ですよね。いろんな意味で。お後がよろしいようで。って思った。今日も一日お疲れ様でした。良い夜をお過ごしください。靴下をめぐるたびについに終止符が打たれたっていう話なんですけどね。オミソンね、足が冷えるタイプなんですよね。どうでもいいですけど。でですね、まあ、靴下履いて寝るんですよ、絶対ね。でも、ちょっと冬場ね、もう寒すぎて、普通の靴下じゃ全然意味ないんですよ。それが悩みだったんですけど。まあ、これちょっとネトウヨとしては名前言ったら怒られる企業名なんで、ちょっと伏せますけど。ノラクロみたいな名前の服屋さんあるじゃないですか。あそこのね、ルームソックスっていう、めちゃめちゃ分厚いソックスあるんですよ。これね、普通の靴履くには分厚すぎるんですけど、家の中で履いてねってやつなんですよ。ちなみに大晦日って真冬でもクロックス履いてるんで、これ全然履けるんですけどね、このね、スキーウェアっぽい靴下が、バリあったかいんですよ。もうこれバリあったかいんで、あなたにおすすめです。あ、これ別に案件じゃないんですけどね。これということなんで、これね、これ履くと、君の笑顔が見れそうだな。君の笑顔をつかまえるのさ。変わったー。あ、なぜか布施博士になってた。ってことー。